クリップグループはオーディオ、ミディ、ビデオのクリップを組み合わせて一つのクリップのように扱える機能です。一つまたは複数のトラック上でクリップを選択します。メニューバーのクリップからグループを選択します。または Mac では Command Option G、Windows では Ctrl Alt G を使用してクリップグループを作成します。選択したクリップが一つのクリップとして表示されます。クリップグループの編集は通常のクリップの編集と似ています。 クリップグループを解除するには、クリップグループを選択して、メニューバーのクリップからグループ解除を選択します。または、Mac では Command Option U、Windows では Ctrl ル,ルト U を使用します。